はい、おはようございます。一級電気工事施工管理技士、第二次試験、実技試験のですね、勉強会をやっています。今日は第11回目、となります。今までやったのは問いの1番で経験、現場の経験をですね、記載する事項、2番目はですね、品質管理や、現場での災害ですね、の対応対策ですねを記載したんですが、第3問目はネットワーク工程表となります。これは学科で十分勉強していると思いますので、特に解説等は不要だと思いまして飛ばします。これは本当にそんなに難しくございません。クリティカルパスを出したりですね、工期短縮をしたときにどういうルートになったとか、そういうことなので、学科に勉強していれば大丈夫です。で、問い4番、これが一番難しいですね。用語ですね、これはですね8問ぐらい出まして、そのうちですね、8つの用語ですね、電気工事の専門用語が出ます。それをですね解説するということになります。で、専門用語は8つぐらいありまして、そのうち2つを選んで、で、2つ解説すると、2通りの解説をするというふうになっています。はい。で、これですね、よく見ていきますとですね、28年からずっとこう見ていったんですね。平成28年からずっと問題ですね、コンバインドサイクル発電とかですね、ずっとこうガス絶縁開閉装置とかずっと見ていったんですけど、最初のうちはですね、学科試験で勉強したようなことが出てきます。はい。まあ、その通り書けばいいんですけれども、なかなかそのマークシートと違って解説となると、しっかりとですね、その事項を暗記しないと書けないものなので、ここはですね、ですね、一つ一つ回答案をですね覚えていかなければならないと思いますね。でよく読んでいきますとですね、この12個はあるんですね。でそのうち2つ取るということですね。で27年ですね、これも同じく12個で、この色がついている紫色ですね、28年は緑でしたけど、この色がついているところは、過去にどんどん遡っていきますけれども、今まで過去10年間ですねに出ていなかったものを塗っています。はい。それだけを解説しています。平成26年ですね、水車のキャビテーションが始まって、これも10年もありますね。ただ次の、25年からですね、26、7、8の3年間のうちに出たものと同じものが出てます。28年で同じコンバインドサイクル発電ってありましたよね。はい。で2番もガス絶縁開閉装置でありましたね。はい。ですからこれは、3年間で一回転してくる形ですね。ただしその半分、約半分がですね入れ替わってるだけです。メタルハライドランプというのは、この26、7、8で出てこなかったということですね。だから消えてった問題でもありますね。というのがですね、どんどんこう半分ずつ出てきます。次平成24年ですね、これも色が塗ってるんですが、この白塗りのところ、気力発電のタービン発電機ですね、これはですね、その前の年までに出たということですね。次に電力系統の電力貯蔵設備ですね、これもですね、これはここで終わってるということですね。ただしまた復活する可能性があるので勉強する。で白いところはやらないというところですね。ここをずっと見ていきますと、大体約半分ですね。はい。次の平成23年も約半分ですね、入れ替わってます。22年も約半分ですね。21年も約半分、20年も約半分ですね。ということで、ここまで調べてみたんですけど、そして12問あるうち2問取ればいいんですね。ですから正直言って、手前のこの3年分の12問ずつですね、12問3倍ですから36問を暗記すれば、そのうちの12分の2を取ればいいわけですから、確実に合格するんですが、まあ一応念のためもと、先まで勉強した方がいいかなと思います。そうすれば 100% 校は取れます。
要するにですね、ここが分析していくとですね、繰り返し同じ問題が半分ずつ入れ替わって出ているということですね。ということは6問、12問中6問は全く新しいもので答えるのが難しいと。で、残り6問は準備していけば答えられるですね。まあ、要するに2問だけ取ればいいわけなので、また3倍の安全率を持っているということですね。6問を理解してますから、私がこれから言うことを勉強すれば6問は解けるわけですから、半分はですね、半分は落としても大丈夫ですね。ただ一応一通りこの3年間 はですね、十分やっていけばやっておいた方がいいと思います。はい、で、ですね、下の概要欄に貼ってあるんですけれども、このテキストですね、Excel データ貼ってあるところありますから、ダウンロードしていただいて使えれば勉強に使えると思いますので利用してください。で、この使い方なんですが、こちら模範解答ですね、これはもう全部すでに入ってます。はい、でこのクリックをすると現れてきますので、とりあえずこちらのですね、回答入力欄に手で入力します。入力して、で2つ解説をして答え合わせで合ってるかどうかですね、比較してもらえればいいと思いますね。はい、もしくはもうこの2つ模範解答以外にですね、私が用意したものなんですけれども、もっといい回答があるかもしれませんので、そちらを採用してこの模範解答を訂正していただければと思います。はい、ではですね、最初の1問目、からですね、やっていこうと思います。はい、最初のですね、1問目ですが、コンバインドサイクル発電ですね、これを解説してみます。蒸気タービンによる発電とガスタービンを回し終えた排ガスの余熱による水の沸騰を組み合わせた発電方式である。はい、これ丸々言葉を覚えるのは大変です。ですからこれは2つキーワードがあります。蒸気タービンによる発電ですね、蒸気タービンによる発電。はい、そうするとそのガスタービンを回し終えた排ガスですね、排ガスの余熱、はいはい、で、沸騰を組み合わせた発電方式、だ用語としては蒸気タービンですね、とそれを回し終えた排ガスの余熱によるですね、利用ですね、これが暗記できていれば大丈夫です。はい、次もう一つですね、回答としてはタービンの熱源を蒸気ボイラーで消費し、二酸化炭素の発生を抑制できるので、環境の保全に優れている。はい、このガスタービンを回し終えた排ガスの余熱を利用するということですね。これを特徴をこちらに書いています。ですから最初のこの、蒸気タービンの発電と排ガスの余熱という言葉を覚えて、余熱をこう具体的に書いたケースですね。の利点を挙げている、二酸化炭素発生の抑制ができるので、単なる蒸気タービンだけの発電よりかは、まあ、環境に優れているということを挙げれば、まあ、これは OK かなと思います。続いてガス絶縁開閉装置について解説したいと思います。はい、まず回答ですね、金属圧力容器中に絶縁性能、消火性能の高い6フッ化硫黄ガスを充填した縮小型開閉装置としているとですね。これは縮小型開閉装置ということを、これを暗記してください。これですね。はい。で、あとですね、6フッ化硫黄ガスということですね。これを暗記してください。はい。6フッ化硫黄ガスイコール絶縁性能は消耗性能が高いまで暗記できるといいです。はい。最低限答えとしては、6フッ化硫黄ガスを使用した縮小型開閉装置としているとだけ書けば、OK だと思います。ただし、短すぎるので、圧力容器中に、こういうのがガスが入っているということですね。でそのガスの特徴としては絶縁性能、消火性能を持っているということですね。ということを書ければいいです。最低限は6フッ化硫黄ガスと縮小型開閉装置ですね。はい、これを暗記してください。縮小型、開閉装置、縮小ですね、これは実は他の、開閉装置に比べるとすごく小さいんですね。で小型なんで小スペースに、スペースの省力化も図れるという利点を持っています。
はい、そういった他の問題にも連携してきますので、この縮小型という言葉ですね、縮小型開閉装置という言葉を覚えておくと、他の問題も暗記にできるかと思います。もう一つ回答例としまして、絶縁性能の高い6復活用ガスを用いるため安全性が高く、保守の省力化に役立つ特徴がある。はい、この6復活硫黄ガスですね、という言葉はさっきと同じ言ってましたが、この特徴をただ挙げているだけです。まあ、絶縁性が高いのと、これはなんだ、安全性が高い、安全性が高いということは保守、安全性が高いということはその、まあいいところですね。それからその保守の省力化、これは小型だからですね、小型縮小型開閉装置は小型だから、小スペース化にもなるということですね、ということを謳っています。まあ、と言葉を、一番の言葉を言い換えただけなので、まあ、肉付けしたような形で2番を書いているんですね。はい、続いて、総配電系統の分炉リアクトル、はい、分炉リアクトルですね、はい、分炉リアクトルことですね、分炉リアクトルは、交流回路の分炉に接続し、軽負荷時の電圧上昇を抑制して電力損失の軽減を図る目的で用いられる。はい、これはまず分炉に接続するということですね。並列接続というふうに呼ぶんですよね。交流回路の分炉に接続し、はい、まあ、ここはちょっとポイントじゃないです。ポイントとしましては、軽負荷時の電圧上昇ですね、を抑制しているという、これを覚えてください。軽負荷時、分炉リアクトルの目的としては軽負荷時の電圧上昇ですね。普段、使っている電圧よりか、まあ、夜間とかですね、使用電力が下がった時にですね、この送電線の電圧上昇を抑制するために入れている、入れているものですね。並列に入れていて、まあ、ですね、電力損失ですね、要はそのあまり圧力が高くなっているとですね、電圧が高くなっていると、表皮交換により電力が逃げていってなくなってしまうんですね。そうするとせっかく発電したエネルギーがまあ損失するということで軽電負荷を測るんですね。はい、言葉としては分炉リアクトルは、軽負荷時の電圧上昇を抑制するという、これですね、覚えてくださいね。次に、この受電端または送電端の変電所に、設置し、電力系統に直接接続するか、変圧器の三次側の回路に並列に接続するということですね。これは接続の仕方ですね。はい、受電端か送電端、これはというよりかはこの一番最後ですね、変圧器の三次側の回路に並列に接続する、これを覚えてください。はい、そうすると言葉が短いので多少肉付けしています。はい、でここでちょっとポイントなんですけど、そういう場合、本当に文章が短くなった場合はここの問題点を移して、例えばですね、送配電系統の分炉リアクトルはっていうのを入れちゃいます。変圧器三次側の回路に並列接続するというふうにすれば結構文章長くなりますよね。はい、同じく、送配電系統の分炉リアクトルは軽負荷時の電圧上昇を抑制して、電力損失の軽減を図る目的で用いられるという表現でも OK となると思います。はい、続いて4番、光ファイバー複合核地線ですね、を説明します。核地線の中心に耐熱性樹脂で作られた光ファイバーケーブルを埋め込んで、光通信路にした電線であるんですね。はい、光ファイバーケーブルのですね、まあ、長距離送電はどうなっているかというとですね、この核送電線のですね、中心部分に配線が埋め込んでいるんですね。で、耐熱性樹脂で覆われたもので光通信に使用した配線だということですね。はい、これはですね、この暗記した用語というのはですね、核地線の中心に
通信路としたものが入っているということですね。こういうふうに覚えていただければと思います。はい、言い換えると、問題を前につけるとすると、光ファイバー複合核打ち線は核打ち線の中心に、光ファイバーケーブルを埋め込んであり、光通信路にしたですね、電線であるというような感じですね。こういう覚え方をすればいいと思います。はい、次に、高圧送電線の核打ち線かつ、光通信路として複合的に利用されている。だから中心部分は光通信ケーブル、光ファイバーですね。周辺、その周辺の配線が核打ち線ですね。核打ち線は何かというと、雷、飛来線、飛来針、雷を避けるためにですね、使っているものなんですね。はい、で、送電線のその電気を通しているところではないんですね。はい、余談ですけれども、はい、これは、今のその核打ち線の構造を説明したものと、複合的に利用されていると書くとちょっと印象がいいかなと思っています。はい、次に、ネットワーク受電方式について解説します。はい、これは、22kV、33kV、33,000ですね、の供給フィーダーを複数引き込み、各回路に変圧器を接続し、2次側を単一母線として並列運転するということですね。はい、この難しく書いてありますけれども、これは、各回路に変圧器を接続しですね、いきなり引き込んできて変圧器ですね、遮断器を持ってなくてですね、変圧器をその軽電器を持たずにですね、いきなり変圧器を入れて、そうですね、プロテクター、それからフューズという形で入っていきます。はい、で、二次が単一母線として、3本セットで大体引き込んでくることが多いですね。はい、3本引き込んでくる。で、学科で多分覚えたと思いますけれども、ですね、これはですね、各回路に、変圧器、を接続し、二次側を単一母線として並列運転する、3本の並列運転をするということですね。これを覚えればいいですね。変圧器で直接引き込んでくるということですね。で、単一母線、で入っていくと。で、受電点の、次の解説ですね。受電点の受電用遮断器を省略し、ですね、軽電遮断器を省略し、変圧器の低圧側にあるネットワークプロテクターを保護装置としている。はい、変圧器の低圧側、二次側ですね、変圧器の次はネットワークプロテクターがついてましたよね。はい、これネットワークプロテクターとか、この今の言った順番を覚えていれば、簡単に解けるというところになります。はい、今日最後6番目、ちょっと解説したいと思います。サージ保護デバイスですね。はい、過渡的な、サージデバイスとかですね、過渡的な過電圧を制限し、サージ電流の分流することを目的としている。はい、そうですね、極端な電圧上昇ですね、それをですね、全体にそのまま放置して流すんではなくて、余分なものをですね、分露するということですね、という目的を持っているんですね。はい、ですから、そういう流れをちょっと覚えていただければと思います。サージ電流を分流するという目的ですね。これを覚えていただきます。サージデバイス、サージ保護デバイスはサージ電流を分流する。過渡的な電圧ですね。サージ電流とは過渡的な。で、1個以上の非線形素子を内蔵しているため、保護能力は高消放電電に対する制限電圧である。なんかそこ難しく書いてありますけれども、これは非線形素子を内蔵しているため、ですね、これをですね、内蔵しているということを書いていれば問題ありません。これどういうものかというと、これはちょっと Google Earth で、映像を見ていただいた方が分かりやすいと思いますけれども、そういうものが入っている非線形素子、サージデバイスとは非線形素子、イコールだと思ってください。そのように暗記してください。今日のところは長くなってしまいましたけど、明日、28年度の残り半分を解説したいと思います。お疲れ様でした。